手順をどのように把握してたんでしょうかという意味では、今日の麻生官房長官、こういうふうにおっしゃってるんですよ。みたいな、うん、その人たちに反日の根源のない政
次の市議選で、ルールコードがいつもだと、より市議になりすまし、およそ200万円。